皆さんこんにちは、ミスターダルです。鈴木ロクです。よろしくお願いします。はい、今日はね、見てもらったら分かると思うんですけど、はい、恒例の10個シリーズということで、はい、10個シリーズを何に挑戦するかっていうのを、うん、コメントというか投票で決めたんですね。はい、そう。そしたら、唐揚げくん、まあ本当はそんなことよりおうどん食べたいっていう、みんなはうどん食べたかったんやけど、10個シリーズでは唐揚げくんを10個食って何秒で食えるのか見たいというのが、まあ僅差やったんですけどね。で、多かったので、今日はそれに挑戦します。はい。何も言いません。で、これを10個食べてください。はい。ね、これ10個あるんでね、これ1個僕のだって。うまいね。まあうまいよ、唐揚げくんはうまい、昔からうまい。1個食う分にはたまらん。うん、たまこれ10個きついぞ。10個きついぞこれ。1個あたり47キロカロリーが、5個入ってるから230。でもそれ大したことないな。2300、うん、1日取るカロリー。ああ、まあ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 な。じゃあやってもらいましょう。おう、これ今回長丁場になるぞ。今までみたいにはならんぞ。そうやな、すぐには終わらんやろな。1分2分の世界じゃないぞ。これは厳しいな。よし、頑張ってくれ。ね、どうする、ルールとして開けとく。開けとくかな。あ、いや、これはあのルールとしては、あの開けてスタートっていうルールにしよう。え、食べるのは素手でいい。え、あかんよ、手使っちゃあかんよ。手使ったらあかん。手使ったらあかんよ。いや、それ手使ってるから、あの、うん、突っ伏して食べなさいよ、君みたいなもん。よし、じゃあ準備完了ということで、はい、スタートしていきましょう。はい。いや、これ予想つかんの何分かかんねやろ。分からんな、5分くらいかかる可能性はある。いや、頑張ってくれ。いくぞ、レディーゴー。唐揚げくんはやっぱ水分を奪いますからね。なぜレッドを一番買ってしまったのかっていうことね。いや、でもこれは逆にやっぱり挑戦してもらいたいな。早いか早くないかの基準がわからんもんな。うん、ガサくん返事とかええから。君、返事するけど記録を目指してくれ。結構話すタイプだから喋んないよと。これを食べるのに一体何匹の鶏が犠牲になったのかって話よね。やべえや、あれやな、一回次の早食いはあれやな、その生物を目の前にして早食いするっていうのを一回やってみたいな。半分食いきんのに大体2分。いや、ほんまにこれ早いのか遅いのか分からんな。いつも思うんやけど、早食いしてる時にこうメガネクイクイ上げるんやから、メガネ外せって思った。絶対邪魔やん、その時間もったいないの。タイムロス。はい、ラスト1個。飽きた。ここに来てガクッとペースが落ちてる。ラスト。はい、出ました、記録6分28秒。わかるよね、これは。あれやな、10個シリーズ史上早いのかっていう記録が初めて出たね。せやな、うん、だって俺途中であれやもん、こんなこと言ったら君に怒られるかもしれんけど、途中からもっと早く言ってイライラしたの。俺初めて君の早食いでイライラしたわ。はい、ということで、今回の10個シリーズ、視聴者さんの期待っていうことに関してはですね、おそらく裏切ってるな。確実に。ただですよ、
こればっかりは分からんのよ。ぜひ本当に誰か挑戦して自信のある人、これが早いのか遅いのかっていうのを知りたいな。で、我々別にあの1位やと思ってやってないですから。そうそうそう、こういうのを基準に彼が早いのか遅いのかっていうのを知っていきたいっていう体でやってますから、これに関しては本当にあの誠心誠意お願いしたい。誰か挑戦してください。お願いします。はい、ということで今回自己シリーズやってきましたけども、初めて物議を醸す結果、物議というか微妙な結果になりました。ぜひ皆さんの挑戦をお待ちしております。期待を裏切られたと思った人は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。